妖怪煙特番。懐かしのおもちゃで遊んだあの時の指の感覚ってどんなだったっけ。音で聞いて思い出そうスペシャル。こんばんは、文化放送アナウンサー鈴木純子です。皆さんは妖怪煙というおもちゃを覚えていますでしょうか。指に少し粘着力のある薬と呼ばれる物体をつけて、指同士をくっつけたり離したりすると、火を使っていないのに煙のような白い物体が出てくる不思議なおもちゃです。駄菓子屋さんなどで売られ、昔から愛されていたこの妖怪煙は、2020年に生産が終了してしまいました。今回はもう手に入らない妖怪煙で遊んだ時のあの感覚を皆さんに思い出していただくために、ダミーヘッドマイクと呼ばれるもので妖怪煙の音を録音。ダミーヘッドマイクを使うことで、両耳のそばで妖怪煙の音が聞こえる ASMR の原点に立ち返るようなゾワゾワ感が味わえます。今回も音のプロである文化放送の音声技術スタッフが 3D オーディオ技術を駆使して演出・編集いたします。パソコン、スマホアプリのラジコ、またはステレオ FM 放送で、またヘッドフォンやイヤフォンの使用を推奨しております。それでは、小さい頃無心で指を動かし続けたあの頃を思い出しながらお聞きください。
妖怪煙特番、懐かしのおもちゃで遊んだあの時の指の感覚ってどんなだったっけ、音で聞いて思い出そうスペシャル。お聞きいただきましてありがとうございました。途中から聞き始めた方、もう一度聞きたい方はラジコのタイムフリー機能でお聞きいただけます。また番組の公式ツイッターでは収録の様子をアップしています。ぜひご覧ください。お聞きの文化放送、このあと2時45分からは尾崎世界観の悩みの羽でお楽しみください。お相手は文化放送アナウンサー鈴木純子でした。